はい、どうもみなさん、こんにちは。とりあえずね、今ね、市営バスの動画ね、ちょっとまあアップロードにね、手こずっちゃってるんで、まあ、あとね、ちょっと時刻表の方もね、検索しながらね、やってるんで、まあ、ちょっとね、アップロード、完了するまではね、ちょっとマイクレースの方のね、案内したいかなと思います。まあ、一応今ね、8時半なんでございますが、ちょっとね、見えますかね。まあ、約8時半なんでございますが、まあ、ちょっとね、マイクレースの方からね、来月のね、2月から、3月以降のね、まあ、発売予定表。まあ、珍しいのがね、もう今月もね、もう1月、今日でもね、1月の23なんですが、まあ、未だにね、マイクロ S からね、製品の出荷のね、案内が出てないんですよね。まあ、先月はね、年末年始があったりした影響で、確か12月の半ば頃かな？多分14とかね、5あたりには出たと思うんですけど、まあ、ちょっと今月はね、未だに出てないんでね。まあ、ちょっとね、軽く案内したいかなと思います。まあ、これはね、例によって例のことね、どの製品がね、どんくらい遅延してるかっていうね、しょうもない案内でございます。まあ、一応ね、こちらのね、関してはね、一応一回案内してるはずなんでね、公式情報がね、出次第案内、もう一回ね、したいかなと思います。それではね、一応ね、こちらの方のね、月別予定表、見ていきたいと思います。とりあえずね、2月予定として出てるのが、東武5000型の、野田線、まあ、新塗装ですね。まあ、そして8000型も出てますと。まあ、俺知らなかったんですけど、今、東武のね、あの、アーバンパークラインって、伏線工事かなんかやってるんですかね、どっかで。なんか俺、YouTube でちょっとね、見かけたんですけど。まあ、そもそも東武線が単線だったってことは初めて知ったんですけどね。そして、まあ、一応ね、アーバンパークになるまま野田線。まあ、5000型はね、結構ね、売れるかなとも思うんですよね。まあ、俺、顔はどっちが好きって言われたら、まあ、5000のがね、なんか、懐かしい顔っていうんですかね。まあ、古めの車両っていうのが。まあ、俺結構古い車両好きなんでね。まあまあ、予約はしないですけど、まあ、東武自体ね、持ってんのが9000と3万だけなんでね。まあ、ちょっと東武に関してはね、増備が進んでなかったりするんで、ちょっとまあ、申し訳ないですけど。そして、485系の特急翼と、あと、ハツカリ小松草ですね。そして、四国の8000系の特急潮風と石槌の方天。ちなみに2月だとすると、約半年か。で、こちらが一応4ヶ月で、特急に関しては5ヶ月か。まあ一応ね、初狩りはね、確か翼と一緒に出たので4ヶ月。そして D52 2種類。山陽本線と函館本線が、約8ヶ月。そしてキラキラ道の区に関しては10ヶ月。ほうほう。そしてね、復活特急色の、K7、まあかつてにいたね、ボンネットだっけな、あれの7両セットが、まあ、3月予定だったのがね、一応、まあ、2月にね、なってるんで、まあ、そのうちこれが繰り上げって容器にね、なるのかちょっと気になりますが、そして、京王のね、検測車と一緒に出た、客車が2種類、一応こちらもね、こちらは帝国がね、2月だったんですね。まあ、一応通常通りと。そして E10 型2種類、こちらが、まあ、もう、なんとも言いようがないですけど、まあ、1年遅れちゃってるんですよね。1年プラス、4ヶ月か。まあ、16ヶ月でね、もう面白い。模型で16ヶ月もね、遅れるなんて、まあ、なかなかないですからね。まあ、一応これ繰り上げっつうんですけど、まあ、実際繰り下げっすからね。まあ、ちょっとどうなるかわかんないですけど。そして、大井川鉄道の3000系なんで、これ2両セットだからか、京阪から移籍した車両ですかね。一応3月予定が2月には出てますと。そして、東武2050型の、5扉組み込みセットが、4月予定が一応2月の方にね、記載されてるんでね、ちょっとね、予約した方いらっしゃいましたらね、ご注意ください。まあ、この時ね、SL の大樹だっけ？で、あとあれか、小田急のロマンスカーの XR だっけな？あれが確か一緒に出たと思うんですけど、まあ、結構あれ全部予約しようと思えばね、まあ、したくなるような製品だったんでね、まああれ全部予約したら額的にはすっげえいくんでね、まあ、俺はちょっとね、東武は控えちゃったんですけど。1個動画し終わった。そしてね、まあ、DD51、これトミックスからね、1回2両セットで出てるやつだと思われますが、2017年9月なんで、約5ヶ月かな、まあ、遅延しております。そして、キハ48500番台の、新潟色2両セット。まあ、これはね、まだ2ヶ月程度だからね、可愛い方かなと思いますね。まあ、よくね、模型メーカーも2月の2ヶ月ぐらいの、ね、遅延はね、まあ、加藤トミックスにもたまにね、起きることなんでね。まあ、多分、マリンラインなんかそうだと思うんですけど。そしてね、HO ゲージの方が、キハ58の氷見線でいいのかな、ちょっと高岡色でね、わかんないですけど。そして、いすみ鉄道、これ3月予定なんで、まあ、1ヶ月繰り上げと。まあ、よく繰り上げできましたね。そしてね、3月がこちら。これ確かね、都営浅草線とね、一緒に出たと思うんですけど、稲穂工場の DE15。
そして EF58 の61お召しと、35のお召し予備機の7つ窓と。一応これがね、10月予定だったのが、5ヶ月遅延と。そして小田急3000型 SSE、更新車。そしてね、まあ、同じに、まあ、同じ方って言ったらね、申し訳ないです。まあ、大井川鉄道ね、3000型も。両方、まあ、一応ね、大井川鉄道、小田急に関してはね、まあ、12月だったんですけど、まあ、ちょっと多分大井川鉄道に合わさるのかなっていう感じでね、一応3月になってます。まあ、一応型番も近いんでね、もしかしたらね、型枠とかも案外流用とかもね、多いのかなっていう気はしますけどね。まあ、ちょっとわかんないんで申し訳ないですけど。そして、京阪8000系のプレミアムカー。これ確かね、先月だっけな。確か先月ね、これしか製品化さ、あの、製品化予定に出なかったんですけど。一応ね、まあ、今回はね、これ、普通だったらね、2月、3月でね、4月以降って言うんですけども、今回はね、2ヶ月分しか出てないんでね。まあ、一応3月以降の方に載ってますが、一応5月でございます。そしてこれもだいぶ前から出てますね。WAM 8000の、シリーズ3セット。まあ、一応6月なんでね。約9ヶ月の遅延と。そして、SL 体重。まあ、これに関しては4月予定だったんでね、問題ないと思います。そして、京成3500型。まあ、1回ね、繰り上げしたものの、もう一発繰り下げで、帝国、まあ、帝国っていうのかな、まあ、3月予定に戻りました。そして、指宿の玉手箱号もね、3月予定。そして、小田急の XRファが4月。C54 2種類が、まあ、こっちも遅れてますね。7ヶ月遅延になってます。そして811系。これいつ出たっけな ?811 系。2017年8月予定。8月か。あ、3月か。待って、ロマンスカーってロマンスカーじゃない。あれいつだっけ京阪が5月か。じゃあだいぶ前か。811系2種類が、一応3月は帝国と。そして C58 2種類が、10月なんで、まあ、約5ヶ月。そして C10-8 大井川鉄道も、こちら8月なんで、7ヶ月か。そしてね、まあこれね、俺もちょっと予約しちゃったんですけどね、京王のデア、まあ1ヶ月繰り下がりは確定したのかな。まあすごいですからね。結構マイクロエースもね、製品化の量はね、まあ他のメーカーに比べると、まあちょっと多めかなっていう時もね、あるんでね。まあ大体1つのポスターに、まあ4品程度でも俺は、ね、多いと思うんですけどね。うん、まあ、加藤はそれ言ったら、加藤は結構量すごいんでね。1ポスターで大体再生産で61製品あるんでね。あら、すごいっすからね、本当に。それで滅多に送れないっていうのがね、なかなかそう思うんですかね。そして117系。まあ、これはね、先月か先々月にね、片っぽは出てるんですけど、緑色。これがね、まあ、緑つか、まあ、お抹茶色つってるのかわかんないですけど、まあ、こっちがね、残ってて。1年と3ヶ月の遅延ですね、こちらは。そしてね、再生産の鉄道ホビートレイン。まあ、四国にいるやつですけど、まあ、こちらも1年の遅延と。まさかこれがここまで遅延するとは思いませんでしたね。再生産なんでね、ちゃっちゃと作り直せばいいのかなっていうね、気があったんでね。まあ、ちょっとなんでこんなに遅延してるかね、俺の方でも全然わかんないですけどね。まあ、もちろん。そして、大江戸線の、二次車。こちらが11月なんで、4ヶ月。そして、山陽電鉄の3050系2種類。まあ、これもね、よくたびたびね、動画に出てくるんですけど。1年と1ヶ月。まあ、とうとう1年ね、遅延してましたからね。まあ、そしてね、これだけはね、俺もね、ちょっと案内するのやなんですけど、横浜市地下鉄の 3000R 型と S 編成。まあ、とうとうね、2月、まあ、最初ね、これ確かね、まあ、去年のね、4月だったんですけど、それがあれかな今年のな、あ、違う、去年の夏に化けて、で、今年の2月に化けたのが、まあ、とうとうそれも3月以降になったんでね。俺、これで4月以降になったら、なんかね、まあ、よく横浜市地下鉄にこんな1年も待つなと、まあ、だいたいこいつ変わり者だろうと思うんですけど。まあ、それは変わり者なんでね、仕方ないんですけど。まあ、ただ、まあ、ちょっと気になるのがね、まあ、これは一回動画でも案内したと思うんですけど、3000型がね、今回出るのが、まあ、これがね、3本目と4本目で、ハマリンと何かの間にね、型番が1個空いてたりするんでね、まあ、もしかしたらハマリンのね、車両を使った、まあ、ハマリンの車両がね、もともとあれラッピング車なんでね、まあ、ハマリンの型のラッピングなしのノーマル車がね、まあ、出てもいいかなっていうふうにはね、俺動画で案内したんですけど、まあ多分出る気配なさそうですね。ここまで遅れてると。まあ、そうですからね。まあちょっとね、予約してたりする方もね、ご注意ください。そしてね、こちら。先月の案内で、1月発売予定としては何でした急降下が、まあ。これもね、だいぶ古いですね。そして飯田線に南海のめでたい電車。発売当初7月なんで、まあだいぶ遅れてますね。まあでもだいぶって言っても、7ヶ月か。まあ、それはだいぶになるか。
そして、まあ、こっちはね、12月なんで、まあ、2ヶ月のうち、まあ、1ヶ月の遅延だったらね、まあ、これはスルーしましょうかね。まあ、飯田線も3ヶ月なんでね、軽く。まあ、こっちが6ヶ月はちょっとしょうがないですけどね。そして、スーパーオズラに関してはね、これは帝国でいいんだよね。そして、つくばエクスプレス。まあ、京成がね、確か先月出てるはずなんで、まあ、ちょっとね、確か、京成のね、6両セットで一緒に案内されたはずなんでね。まあ、出てくるみたいですね。そして、クモヤ2種類が、まあ、こちらも帝国っすね。あ、そっか。そういや、さっきなかったね。どこだっけ。確かに、ね、DD51 の試験塗装だっけ。これですね。貨物試験職と一緒にね、DD51 のスピーカーあったの、まあ、今月に出てきたみたいですね。方法って感じがしますけど。そしてね、こちら、下記の先々月発表の3月発売の新製品1号、および今月発表6月発売の新製品は、予定表には記載がありませんでしたと。まあ、一応、これはね、まだ、メーカーから、正式にね、発売予定としてまだ発表がされてないんで、まあでもね、この NKG インフォメーション見てるとね、問屋からね、販売店に予約はね、可能みたいなんでね、まあ今週中にはね、メーカーから、正式発表出るかなと思います。で、ちょっとね、問題がね、この2つになりますね。製品番号 A4940 の 701K1000 番台盛岡色と、701K100 番台の仙台色の改良品4両セット。これね、まあ、可能性があるとしたらね、まあ、701系に関してはね、鉄コレで出るのかな、ちょっとわかんないんで申し訳ないですけど。まあ、昔出たね、701系の2両セットとかって、今だとね、大体、ちゃんとしたね、模型の中古ショップとかで買うと、まあ、大体1万8000円とかになっちゃうのかな。ちょっと今、価格これ、手元にちょっと出てないんで申し訳ないですけど。まあ、それでね、結構ね、701系いいんじゃないかな、つっての、俺も、まあ、多分動画でね、言った記憶はね、あるんですけど。まあ、これちょっとメーカーからね、若干後出しじゃんけんみたいな感じでね、出たんですよね、情報が。まあでもまだね、あの時は発売する前だったんでね、まあ予約の取り消しも多分聞いたと思うんですけど、まあ一応ね、そちらが、それはこちらになります。一応ね、メーカーの方でもね、若干のね、お詫びみたいな感じで出てますけど、10月26日にね、メーカー発表されてますけど、2000年代のね、更新前の姿で製品化いたしますということでね、まあ俺みたいにね、末期の姿をね、欲しいっていう人にからしたらね、まあ、ちょっと物足りないかなっていう感じがするんですよね。床下はインバーターの更新前で、床下ダークグレー、屋根上の抵抗器のね、撤去前の仕様。まあ、現在の姿に一部異なりますので、ご注意くださいと。まあ、多分ね、これがね、早めに案内出たのってね、原因はこれなんですよね。どこだっけな。確かメーカーがお詫び出したんだよね、一回。どれだっけあ、これだ。2016年4月、まあもうだいぶ前ですね。2016年4月に発売された、A0373 の 783K リニューアル特急カモメ、783K シウム1編成の1990年代中旬の姿を再現しております。そのため、クモハ783型の前面部の色やスカートの形状など、現状の車両と一部の形態が異なっております。ご案内が不十分だったため、お客様にご迷惑してました。おかけいたしまして、誠に申し訳ございません。深くお詫びしますね。まあ、確かにね、これに関してはね、発売してから完全にね、後出しじゃんけんで情報出たんでね。まあ、結構ね、困った方ね、いたと思うんですよね。まあ、九州の車両に関しては、俺自身があんまりね、まあ、なんだっけな、ツバメとソニックしかね、知らないんでね、ちょっとこれに関しては多分ね、まあ、俺が YouTube やる前だったんで、ちょっとね、知らなかったんでね、申し訳ないんですけど。その後ね、あれだっけ、1個ね、DE15 がね、型番不良でパーになったんだっけ。あ、そうですね、DE15 ね、型番不良だっけ、確か。あ、違う、それは書いてないのか。まあ、生産中止か。まあ、そんなんでね、まあ、後出しじゃんけんになったんでね、まあ、今回は一応ね、製品化予定が出て、すぐにね、まあ、案内はした感じにはなったんですけどね。まあ、それがあるんでね、もしかしたらね、これ、まあ、更新前のね、まあ、どちらかというと、まあ、デビュー当時って言ってんのかな。まあ、デビューして間もなくのね、姿を再現したやつになってるんでね。まあ、俺としてはやっぱりね、今現在のね、まあ、末期っていう言い方したらね、申し訳ないですけどね。まあ、現在の姿を再現してくれたらね、まあ、ちょっとこれはね、個人的には欲しいかなと思いますね。まあ、せっかくね、常磐線もね、徐々に復帰してきたんでね、まあ、701系、まあ、盛岡色、まあ、仙台色もね、共に、まあ、買ってもいいんじゃないですかね。まあ、今、仙台、どこまで行ったのかな。まあ、ちょっとどこまで復帰したか俺分かんないんで申し訳ないですけど。まあ、ちょっとね、個人的にはね、まあ、今のね、ロットだったら、まあ、ロットっていうか、今の状態だったらね、まあ、俺個人的にはね、結構欲しいと思うんでね。まあ、それがちょっとメーカーがね、どう案内するか次第になってくるんでね。まあ、ちょっとグレーゾーンにはなってるんでね。
もしね、701系、これね、予約してる方いらっしゃいましたらね、ちょっとご注意はください。はい。という感じになります。まあ、市営バスの動画もね、今徐々にね、アップロード完了しますんでね、ちょっと概要欄の方にね、まあ、もろもろ、書いたりしますんでね。まあ、一応ね、概要欄の方とかもね、まあ、市営バスの動画に関してはね、まあ、ご確認してください。で、一応ね、こちら、常磐線から移籍したね、415系九州色と、東西線の3本目かな、3本目のね、編成も、ちょっとね、一応ね、メーカーから、正式情報出ましたらね、ご案内したいと思いますんでね、お待ちください。それでは今日のね、1時半頃かな、まあ、大井競馬の6レース終わったあたりでね、TCK 上杯のね、予想と、まあ、オッズ情報ね、前日の、軽くね、案内したいと思いますんでね、ちょっとお待ちください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。